らしくしろ。何事だお前、そこで何してる。お前のそばではなぜか続けざまに死亡事故や不祥事件が起こっている。この場所であってはならないのは精神力の消耗だ。いや、逆にもっと強くなってやる。精神の向かうところ、精神の力も進化するはずだ。真の勝利者とは天国を見た者のことだ。例えばこいつにシールを貼ってみる。すると思い出させてやる。FF、列割り込まれてる。で、今までの逆をやってみようって思ったわけ。逆をやって自分を変えていこうってなわけ。あのさ、FF、でもまた割り込まれてる。なめんな、バカ！って。ねえ、ところでヘルメスはどこ？ここ2、3日、顔を見てないんだけど。おい、ヘルメス！ほっとこうぜ、もう。お友達割引にしといてあげるよ。グロリア・コステロ、これがエルメスの姉さん。工作室に入り浸って小鳥だのワニだのの剥製を作っているのも見た。エルメス、あんたがつけ回しているあの男。つける？何のことだ？それってわざと事件を起こして捕まったんじゃないの？エルメスの言う通りだぜ、ジョリン。あんたには大事な目的があんだろ。グロリア、あんたはいつだって私たち家族のことばっか第一に考えて。待ちなさい！けれどあの夜。5年？たった5年だと？待っていた、このチャンスを。なんだこれは。下へずり落ちてく音か。おい、助けろ。誰だてめえは。パイプにはシールをもう一枚貼っておいて。貴様もドブの中だ。悲鳴を上げてみろ、スポーツマックス。スポーツマックス、静かになったら。なんかさっきよりでかい。見えない死骸のパワーが動いて攻撃してきてるってことなのか。FF、敵だジョリン。ワニがいるんだ。すでに移動して。天国へ行く方法があるかもしれない。犯人はスタンドを形にして盗むことが目的であり、能力本体が誰か知るのは今がチャンス。ジョリン、ジョリン、 FF を連れて逃げろ。これは私の問題だ。ジョリン、とにかく今はこの廊下を出ることを考えろ。胃袋の中か、私の足は。こいつは私にだって敵だ。細切れに食い散らかしやがって。ほら、FF。あ、サンキュー。幽霊じゃなくて、見えない死骸なんだ。はあ？それとも、この手の跡みたいなものは。礼拝堂、礼拝堂へ行く。ちくしょう、その前にちょっとくつろぎて。ちっ、賄賂払ってんのに挨拶もしやがらねえ。今触ったら先に金見せな。
何の話を。やつ自身がすでに見えない死骸となってる。ちょっと蹴っただけじゃない。何よ、金なんか出して払うの。それならそうと言ってよ。私変態プレイはお断りしてんだけど。この匂いはドブだ。ドブの匂いだ。ドリア・コステロの妹。この俺に対してよくも噛みついたってことか。人の歯でこんな獰猛な。逃げられた。離れるな、エルメス。折れた腕で。ジョイーン。スポーツマックスは私個人の問題なんだ。言ったろ、エルメス、復讐だとか。蘇らせられていたんだ。見えない死骸たちがすでに。復讐、重要なのはそれだぜ、ジョリン。いいか、ジョリン、復讐なんかをして失った姉が戻るわけではない。復讐とは自分の運命への決着をつけるためにある。